三明寺古墳は、鳥取県倉吉市岩城にある古墳。形状は円墳。向山古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定されている。鳥取県中部、倉吉市街地から、北方の高山丘陵の中原に築造された古墳である。石室は、古くから開港していたことが知られる。墳形は、円形で直径18メートル。 高さ6メートルを測るとされるが、興奮とする説もある。主体部の埋葬施設は、霧石の両袖式横穴式石室である。石室の原質内において、九州地方で見られるような岩屋形状の石囲いが認められる点で特色を示す。服装品はつまびらかでない。築造時期は、古墳時代終末期の7世紀初頭頃と推定される。福場古墳ともに、 倉吉地方における代表的な終末期古墳であると、共に九州地方との交流が推察される点で重要視される古墳である。古墳域は1931年に国の史跡に指定されている。石室原室主体部の埋葬施設としては、両袖式横穴式石室が構築されている。石室の規模は次の通り。原出の奥壁は一枚石の巨石により、側壁は 大石の上に霧石をやや内傾させて積むことによる。原室内には奥壁に密着する形で小技型の石囲いが設けられる。石囲いは上部に二石が乗せられるとともに床面に衝撃が敷かれたと推定され、九州地方に分布する岩や形に類するものとされる。ありがとうございます。